いつも同じ体勢で漫画を描くのに飽きてきたので、僕はスネアスタンドを机にして漫画を描いた。少し揺れるけど高さが自由に調整できるからよかった。いつも同じ体勢で漫画を描くのに飽きてきたので、僕は人の体を机にして漫画を描いた。ずっとこの体勢じゃつらそうだから、やっぱりやめた。やめた。普通の机、普通の机にしたけれども、足の運動をしたいなと思い、僕は足の運動ができるように工夫をした。音と完全に一つになって